あー、夏も近いし暑いな。何か冷たいもの食べたいな。おまちゃん。何？暑くて僕体が溶けかけてんですけど。イレオスさんが原型をとどめられてない。もう今すぐにでも、暑くてもう僕、ダメ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 。どうしようみんな。どうしよう。何がアイスクリーム。アイスクリームが、アイスクリーム食べたい。アイスクリーム？はい。あ、そうだ。そしたら、アイスクリームのフェスをしよう。え？アイスクリームのフェスだよ。そんなのあるんですか？うん、ごめんね。あるんです。え？あるんです。はい。実は、アイスクリームのフェスが7月15かな？らへんにね、やるみたいなんですけど。はい、知ってます、知ってます。おう、参加できる？できます、できます。うん、今回のお題、覚えてますか？覚えてますよ。どうぞ。バニラアイスでしょ？うん、バニラアイス。いちごアイスでしょ？いちごアイス、そう。チョコレート、ミント、ストロング。ストロングじゃないけど、正解ですね。ストロングはお酒になっちゃいます。え？OK！ そうなんですよ。今回アイスのフェスがあるということで、なんと、サーティワンのコラボもさ、あ、サーティワンってアイスクリームのお店があるんだけど。はい。コラボもするみたいで。なんかアイスフェス、夏にぴったりだよね。え、ぴったりじゃないですか。そう。結局どのチームに入れるか決めてないんだけどさ。はい。どうするアイレオさん。また、今度考えようか。はい。もうそんなこといいから、とりあえず、アイス買いに行きましょうよ。そうだね。溶けちゃうしね。あ、てか溶けてないじゃん。ない。いや、今更かよ。イレオさん。はい。フェスが始まりますね。フェス始まりますね。もう投票する期間に入ったんですけど。はい。どういうチームに投票したいとかありますか？僕はね。うん。あのね、チョコミント以外。え？ちょっと待って。はい。俺チョコミントがいいな。なんで？うなちゃんチョコミント好きなの？俺チョコミント好きだよ。でも、いちごが嫌なの。いちごあんま好きじゃなくて。はい、それは知ってますよ。はだからチョコミントかバニラだったっけ？そしたらチョコミントがいいかなと思って。なんで、ジオラだってチョコミント嫌だ、僕嫌だ。いいじゃん、チョコミント。嫌だ、チョコミント嫌だ、歯磨き粉みたいな味しますもん。歯磨き粉の味違うんだよ。歯磨き粉がチョコミントの味をさせてんだよ。逆。いや、でも、どっちでもいいですって、どっちでも一緒でしょ、それは。いいじゃん、チョコミント絶対美味しいんだから。やだ、チョコミント嫌だ、チョコミント嫌だ。チョコミント嫌だ、うなちゃん、僕。チョコミント以外だって、バニラでしょ？普通すぎない？だって普通でいいんですよ。だって、うなちゃんさ、今までさ、アイス食べたことあると思いますけど。あるよ、うん。そのアイス食べた中でさ、チョコミントじゃあいくつ食べたんですか？何回食べたんですか？今までの人生で。一回もない。一回もないじゃないですか。一回もないでしょ。ちょっと聞いといてびっくりしましたけど。確かに俺も考えてみたら一回もないわ。一回もないのになんでチョコミントやりたいんですか？だってバニラって普通だもん。チョコミントがいいの。ミントが好きな、ミントが。やだ、僕チョコミント以外がいい。でも俺イチゴやだ。じゃあバニラ。いや、消去法やん。いやー、やだな。やだ。なんで嫌なの？そんないいでしょ。チョコミント嫌だ。やだ、無理。汚ねえ。マジで汚ねえ。ゆなちゃんの顔のが汚いですから。もうそういうこと言うな。ゆなちゃんの顔のが汚い。ひどいな、急に。って、無理。臭い。汚ねえ。
皆さん、こんにちは。本日フェスの投票をしていきたいと思うんですけども、皆さんはどのチームにするかも決めたでしょうか。今回ですね、このフェス、ストロベリーかバニラかチョコミントなんですけど、ちょっとね、決められなかったのですよ。アイス好きで、なんか簡単に決められるかなと思ったんですけど、意外と俺チョコミント食べたことなくて。で、チョコミントじゃなくてミントが好きだからさ、チョコミントかなと思ってたんですよ。ただ、まあ、でもそれでもやっぱり決められなくて、ちょっとヒレオさんと、じゃんけんをしてきました。こんにちは、ヒレオさん。こんにちは、うみちゃん。なのでですね、今我々は、この場にいるわけなんですけど、はい。ちょっとチームを決められなかったんですよ。はい。はい。なので、じゃんけんをして、決めていきたいと思います。はい。はい。で、俺はチョコミント派がいいんだよね。僕はバニラがいい。そう。だから、勝った方のチームの、投票をしようかなと思いまして。はい。はい。俺ね、考えがあって、スプラトゥーンのじゃんけん。武器の系統で、じゃんけんしようかなと、思います。はいはいはい。はい。で、シューター系を持ってきたら、グー。グー。チャージャー系を持ってきたら、チー。何チーって。チョキのことね。チョキね、はい。はい。で、ローラー系を持ってきたら、パーということで、じゃんけんをね、スプラトゥーンでやっていきたいと思います。はい。ということで、エルサ、じゃんけんしましょう、今から。じゃあ、武器変えに行ってくるわ。え？今から？違うよ。違うよ、おい。おい。行くな。行くな。じゃんけんするぞ。行くな。だって武器変えてこなきゃ。持ってんだよ、あなた。もうちょっと早く来て、早く来て。こっち。だってなんですから。行くよ、エルサ。はい。スプラじゃんけん、じゃんけん。じゃんけん、ぽい。はい。うわ、うろちゃん後出しなんですけど。あれ？で、負けたわ。うろちゃん後出しで負けてるじゃない。あ、いや、後出し関係ないよ、これに。あ、関係ないか。ヒレオさん、グーか。いや、僕グー。俺、チョコミちゃん、それ。いや、マジか。チョキじゃん。チョコミちゃんの。いや、負けてる。負けてる。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい。チョコミちゃん負けてやんの。うるさい、うるさい、うるさい。チョコミちゃん負けてやんの。はい、ということで、負けてしまいました。まさかスプラトゥーンの武器でじゃんけんをするとはみんな思わなかったでしょ。まあ、勝ったらね、チョコミントにできたと思うんですけど、まあ、バニラに、はい、負けてしまったのでね、男らしく投票していきたいと思います。うわぁ、まあ、でもバニラ好きなんだよね。ソフトクリーム好きだから、まあ、ぶっちゃけ俺ソフトクリームのさ、コーンの部分が好きなんだね。バニラの、甘いとこじゃなくて、サクサクしたとこが、バニラとの相性が良くてすごい好きで。はい。ということで、バニラに投票します。あ、いけない。くっす、なんか、いやー、行きたいな、チョコミント。投票したよー。あー、俺的にはチョコミントが良かったな。チョコミントってさ、歯磨き粉の味するって言うじゃん。違うんだ、歯磨き粉がミントの味をするんだよ。ほんとに。ミントが悪いわけじゃないんだよ。歯磨き粉を真似してるんだよ。まあ、バニラ、まあ、でも、コーンがうまいから、いっか。ヒレオさん、こんにちは。ヒレオさん？ヒレオさん、落ちたね、今ね。落ちてないですけど。いや、落ちたね。落ちてないですけど。まあ、いいや。投票してきましたか？投票してきましたよ。バッチリです。ああ。チョコミントに？ん？チョコミントに？え、違いますよ。バニラですけど。え？え？え？うろちゃんだってバニラだよ。いや、ね、ヒロさん。はい。俺、ごめんね。ごめんね。譲れなくてチョコミントにしちゃった。は？なんで？なんで？食べたい方に入れたい、いいじゃねえか、そんな。うろちゃん裏切ったの？
え、裏切ったわけじゃないけど。うなちゃん僕のこと裏切ったの。いや、チョコミントにしたかったんですよ。いや、もう今後の信頼関係ないです。さよなら。あ、どっか行っちゃった。ヒロさん、待って。待って。待ちなさい、ヒロさん。もう無理ですよ。うなちゃんとはやっていけないです。そこから落ちてもただ痛いだけだぞ。やめとけって。落ちるのはうなちゃんですよ。早く行きなさい。早く行きなさい。え、わかったって、わかった、わかった、わかった。ほら、行け行け。危ない危ない危ない、落ちろ落ちろ、落ちないからな、俺絶対落ちないから、落ちろ落ちろ。裏切り者には、裏切り者には罰を与えます。ただな、ヒロさん。はい。俺はチョコミントで生きていくから、じゃあな。じゃあな、ヒロさん。さよなら。さよなら、ヒロさん。こういう時はね、うなちゃんはね、追いかけてきてほしいんですよ。だからこっそりね、後ろから追いかけちゃいますから。うん。あ、え、うなちゃん、はい。え、うなちゃん、バニラじゃないですか。よくわかったな。え、チョコミントって言った時、ちょっとドキッとしたね。いや、裏切り者だと思いましたよ。いや、悪口が出てるじゃないですか。え、ちゃんとバニラにしてるじゃないですか。おう、ちょっとね、ま、ドッキリ、軽いドッキリをしてみたんだけどさ。はい。いや、いいじゃん。え、すごい。意外と似合ってるじゃん、よかった。よかったね、でも、一緒のチームになれてね。うん、同じマジでよかった。裏切られたと思った。裏切らないよ、ヒレオさんを。よかったよかった。いいやつだった、ね、アナちゃんは。ちゃんと頑張るんだ、俺たちは。同じチームで。うん、同じチームで、ね。勝たせるんだからな。明日から。頑張ろうね。うん、頑張ろうな。頑張るぞー。はーい。はい、頑張れ。おい、落とすな！ヒレオさん、こんにちは。こんにちは。今日はね、もうフェスが始まってるということで。はい。バニラチームに俺は勝ってほしいんですよ。はい。はい、ヒレオさんも勝ってほしいでしょ？まあもちろんですよ。今回ヒロさんにいいことを教えてあげようと思います。いいこと？何？バニラチームが勝つおまじないを教えてあげましょう。なんだおまじないか。そんなに落ち込むことじゃないですよ。別に落ち込んだなんですよ。ビーコン置いてみ一回。なんで？これがおまじない？いや、おまじないこっからだから。いや、ためが長いな。だってこれおまじないだから重要でしょ、この置く位置は。まあ、大事だけど。大事でしょ、どう考えたって。そのビーコンでね、今ね、重なっちゃってるから。何？ちょっと、それて、それて。重なっちゃってる。あ、だ、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い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 。はい、今からおまじない教えていきたいと思うんですけど、はい、まあ、バニラチームを、かつね、ビジョンを持ちながら、ビーコンと同じように回ってみてください。ビーコンと同じように回る。うん。あ、違う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 。そういう意味じゃない。ビーコンになっちゃった。ビーコンと同じように回るって言ってた。ヒロさんが今ビーコンになっちゃってるじゃないですか。ビーコンの周りを回ってください。あ、周りを回る。もううなちゃんは言葉足らずなんですから。儀式みたいな。そう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 。俺の間も通るんだね。これ通らないと回れないでしょ。あそこ。そうそうそう、外側でいいじゃん、外側で。外側ね、わかりましたよ。そんなに、じゃあなんでビーコンの方行かないんだよ。だってビーコンの周り回ってますって。それ俺とビーコンの間で行っちゃってるじゃないですか。あ、うなちゃんのことビーコンだと思ってたわ。俺ビーコンじゃないわ。いいね。イエーイ、カチ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 。